この写真の場所か。遊園地廃墟と砂漠のどこか、あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。荷物と思われるオブジェクトをマークって言ってもこれじゃ運び出せないな。まずは通れる状態にしないとダメですね。これで移送用の荷物は全部集まりましたね。これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞がどうして。なんだあの変な敵は。
地形が陥没してる。もともと地下に空洞があったみたいですね。ここの通路は昔からあるみたいですけど。報告、強固なプロテクト、アクセス不可能。生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は？データベースに該当する情報はありませんね。トゥビー、あれ破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちは。トゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性、創造主もそれを料理する。大して時間は必要としない。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだ、こんな奴ら。植物のように単純でくだらない構造の生き物が価値のかな。私たちが今日のある好きにいる人類。人類？そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると同じ種族で大量に殺し合い、愛し合い、その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちその真理に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君には
調査を手伝ってもらいたいと思っている。手伝う？そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴く。こんな素敵なこと他にはない。そんなことやらせるわけないだろ、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけか。滅ぼすしかない。気持ち、ここにいる退屈は宇宙人同様。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。またこの道を戻るんですか。めんどくさいですね。文句言わない。ない。トゥビーさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ、地上にボディを残したままバンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。マップに1データをポイントしますね。釣りを開始。終了。やあ、元気？あなたは？君たちのところの司令官に言われたんで、新しくアクセスポイントを作っておいたよ。転送装置も動かせるようにしておいたから。あ、ありがとうございます。司令官は昔馴染みなんだけど、あいつ人に仕事させすぎだよね。今度会ったら文句言っといてよ。これが転送装置？でも転送装置があればいちいち飛行ユニットでバンカーと地上を行き来しなくてもいいから便利ですよ。飛行ユニットは運用コストが高いですし、攻撃される危険もありますしね。以上がエイリアンシップの報告です。そうか、すでにエイリアンは。この情報は人類会議で結論が出るまでは最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち二人にはパスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。え？あの怪しい感じの機械生命体ですか？月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも
行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。ふざけんなよジャッカス、お前の道楽に付き合ってられるか。ふーんだケチ。じゃあちょっとついてきてくれ。ほら、あそこに敵が見えるだろ？あいつとの戦闘データを取りたいんだよ。では、さらなる科学の発展のために、いざ戦いたまえ！依頼されていた目的を達成。
していた目的を達成。司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだしちょっと休んでいきません？トゥビー。気が向いたらね。あの大きな機械生命体を修理できますね。
ちらオペレーター 6O。 2B さん聞こえますか？こちら 2B 受信している。起動したアクセスポイントからのモニタリング信号が途絶しました。位置情報を転送しますので原因を調査してください。了解。目標地点の情報を入手。マップにマーク。工場の情報から何か分かったことはある？いえ、奴らの製造過程が分かっただけで。機械生命体についてはまだ分かってないことが多い。どんな…情報でもいいから集めておかないと。